はい、どうも皆様こんにちは、ピーターマンです。帝市建設プロジェクト第2話続きやっていきたいと思います。はい、第2話となる今回はですね、なんとか人口を2000人とか2500人とかそこまでに持っていきたいところなんですけれども、前回最後の方でようやくこの第一小学校ができました。で、その小学校、帝市第一小学校に今150人ぐらい160人ぐらいの生徒が通ってます。いやー、このね、小学校いずれはね、これからこうどんどんといずれのこうボーダー隊員やボーダー職員にこうなるね人たちがどんどん配置されるんでしょうかというところで、ですね、今回もまあ引き続きやっていくんですけれども、その前に1個だけご報告がありまして、まあ、何かって言いますと、あの災害モッドというやつを入れました。災害がこう起こせるというね、とてもろくでもないモッドというか、まあ、チートというかなんですけど、これですね、こういう火災とか崩壊、まあ、隕石とかそういうね津波とかいろいろね災害があるんですけど、それをこう引き起こせる、ランダムでこう引き起こるっていう、そういうねモッドになります。まあちょっと最初の方はですね、ランダムその発生速度というか発生頻度を一旦ゼロにして進めようかと思ってます。だいたい5000人ぐらい超えたらだいぶこう街もね大きくなっていくと思うんで、まあだいたい2回、第3回第4回ぐらいかな、そこでオプションをこうオンにしようと思ってます。一旦この状況で災害起きてもう全滅したらもう元も子もないので、はい。でね、前回の最後からちょっと道を増やしたりとか、ここのね道を大きくしたりとかしました。で、なんだっけ、どこだっけな、これのこれか、交差点とかもねだいぶこうこの辺信号をつけたりとかちょいちょいしてます。で、はい、今まだ1000人しか行ってないので、こっから先はねたくさん、前回の最後の方で解放されたこのマイルストーン、例えば結構増えてる、違うか、こっちか、これですね、新しい地区とか、あとはここら辺だね、条例とか警察、そこら辺をね増やしたいですね。じゃあ早速オンにしましょう。で、まあ、コメントでもあったんですけど、私も慢性的に家が足りないのでずっと家を作ります。今も頑張って家を建てます。その前にだ、あれだ、そう、新しい地区っていうのが増えまして、要はこの隣接したマップのどれかを変えるんですよ。で、今この1個しか持ってないんだけど、さあどこにしようかな、こっち側っすかね、こっち側にちょっと玉駒を設置しようと思うんですけど、今町から見て南側なんですけど、でそっちにちょっとつけたいので、一旦じゃあここに、うん、いいね。じゃあ、あれ、買えない、お金が足らない、5000円する、あ、買えなかったなるほど、じゃあ仕方ない、お金をまず作りましょう。そのためにはまず家を建ててもらって、全然今足りてないんだよね。それをちょっと頑張ってもらおう。その間に僕はひたすらこの道路を引いて住宅街をたくさん発展させていきますよ。いや参ったな、でもねお金が足らなさすぎるね。お金、これだってまだ返しきってないでしょ、融資全然返してないじゃん。何にお金使ってんだこんなにめっちゃこれ金足らないんだけど、ちょっとやばいよ、お金がないよ、お金が全然ないよ。よいしょ、いいね、この高速道路を左右に工場があるのもなかなかね、見栄え的にはおかしい。だいぶ収入は安定してきてんだけどな。これ一旦じゃあ新しい地区は買わずに公共サービスを整えないといけないね。小学校と病院は置いてあるから、これか、警察署、なんこれ、あ、こんなん増えたんだ災害対策本部、ボーダーやん。今ちょっとそんなものを建てているお金はないから、1万2000円とすんのこれは、え、高くね、金な、これちょっとまずいな。一回じゃあちょっとお金を生み出すために速度を上げましょう。どんどんちょっと産業の地区を建ててほしいんだけど、全然今さ色付けしてんのに全然建物が建たないんだよ。なんで、こっちは OK かな、
でだんだんとこう住宅街足りなくなってくるから、住宅街もたくさん増やしていきましょう。よいしょ、これで、あ、もう1200人いく。早いな、ペースがかなり早い。どんどんなんかこう20人ペースでどんどん増えていくから、これはお金が足らないととんでもないことになる本当に。あって一回さ犯罪起きたらもうどうしようも止められないからね、今警察いないから、かといってあのボーダー職員もいないから全然今ひどいありさまになるよ、それは。そう思う。お、なんだ、竜宮城から帰った浦島太郎は地上の足これ何のつぶやきなの、これは。そういうつぶやきいらないから、とりあえずあの働いてくれ、みんなどんどん働け。で、お、家を増やし、アンテナがこれは壊していいかな、これ邪魔だねこれ。で、こうしてアンテナをここからこっちに伸ばして、いや、こっちに伸ばしたい。から、ほい、こうか。電力足りてる？ギリギリだな。金な、あれ、ちょっと待って、金減ってってる、減ってってる、すげえ減ってってる。ちょちょちょ、作ってよとこの辺めちゃ敷き詰めてんのに全然誰も作ってくんないから、なんで、ちょっとおかしいな、工場今足りてないのに。あ、全くこの辺に立ててくれない、これはまずいぞ、かなりまずいぞ。ちょっと今産業地区が、あ、ようやく立った。ちょっと早く早くして、早くして、今結構やばいんだよ。で、うわあ、火事が来た、まずい、あ、ちょっと炎症してる、まずい、ちょ、待て、どうしよう、消防署が今いないんだよお金がないんだよ、お金が。ちょっとこれはどうしよう、え、ちょっとごめん、え、あ、取り壊せない、そんな、ちょっとマジでどうしよう早くあと4000ドル貯めれば消防署作れるんだよ。ちょっと頑張って、あ、まずい、これは誰も消防車を呼んでないのである。だって消防車を呼ぶ消防車がいないんだよ今、これはまずい、誰か消防車を呼んでくれ。ちょっとどこでもいいから、帝市街でいいから、あの頼む、ちょっと何でもいいから消してくれ、まずい、あー、水も足りない、ちょっとまずいぞこれは。あー、そうか、こっち側か。伸ばす、これは水場 OK やばい、あー、やばい、これ壊せないの、どうすればいい、これ僕はどうしたらいい。まず家作るもう家作るしかないよね。いやー、これは予想外だな、完全に僕のミスなんだよね。いや、分かってはいるんだけど、ちょっとこっち側に一旦どうしようかなこれちょっとお店もこの辺に増やしますかね。現実逃避を一回いや、ごめんって、いやごめんなんだけど、ちょっと待ってね、あと少しでなんとかなると思うんで。いやー、これはまずいな。いやー、なんてこった。あ、でも火はまだ延焼してないから、この家が延々と燃え続けてるだけだから、あの、何日も渡って多分大丈夫かなーって思うんだけど。あ、やばい、そっか、今道路にこう道路広げちゃうと、その分お金がかかっちゃうから、一旦そうだな、この辺ちょっと広げたら、ごめん、これどうやって設置すればいいんだっけ、どうやんだっけな、この辺なかったかな。これ、あ、ちょっと待って、これこのめっちゃ燃えたところに家建てちゃってるけど、これ大丈夫大丈夫なのかな。いや、このマークは犯罪発生率は高いです。今
警察もいないんです。警察もまずいんです。分かってはいるんです。だからちょっとね、やばい、もう人口もうすぐ1500になっちゃうよ、なっちゃうよ、これはまずいよ。ゴミはまだ OK でしょ。だからどうしよう、一旦でもこのまま放置してお金稼いでもらうしかない。燃えたわ燃えたわ。もうその上にどんどん家建てようとしてるけどさ、別にそれでいいならいいんだけどさ、別に僕は止めはしないけどさ、これ今大丈夫かな。幸福度とかあるんだよね一応ね。犯罪発生率 23%、 バカ 81%、 クソ高いね。まずこれ警察の前に消防署を作んないといけないね。いやなんてこったよ本当に、散々だぜ。で健康度はまあまあそこそこ、まあまあ教育もまあ足りてる。幸福度は居住幸福度がゴミだね。ちょっとこれはまずいな。この辺にちょっと家が密集してるこの辺に一回消防車を入れますか。消防署入れますか。あーこの辺かね。そしたらよいしょ、ここか。でちょっと消防車が出やすいようにこの辺には家建てずに、いやーあ警察も足りないって言ってるよ。今お金がないんだよ。今お金とね、家が足りないんだよ。家が今ゲージやばいことになってるよマジで。いや分かってはいるんだけど、今ちょっとお金がなさすぎて道路を敷くためのお金がないんだね。でいやーなんてこった、これはなんてこったね。お金返しきってないしね。だっていやーどこか予算削るか。予算で結構使っちゃってて、税上げよう。税上げて、でこの辺水道、医療か。医療はちょっとこの辺な。水道ちょっと下げる、ここ下げるか。これで、あそっか、これで夜も変えなきゃいけないのか。夜の水道下げて、電気上げて、でゴミ、医療ちょっと下げて、こんなもん？くわやばい、犯罪発生率がとんでもないことになってる。ちょっと早く金を、あいける、もうすぐいける、あいけた。じゃあまずここに、あこれは警察の方がやばい、もしかして札の方が必要だね。札だねこれまずは。札、じゃあここ立てて、これで発生率が下がればいいんだけど、あやべこれはここは多分犯罪が起きる間違いなく。で労働者が足りないのは小学校に人数入れすぎたか。あんまねみんなあれなんだよね、教育を受けすぎると労働者が足りないってことが起きちゃうから。小学校今いくつ、結構いってるな。ちょっと予算を減らして小学校の人数を少しだけ減らしますか。少しだなこれあでもこの辺はちょっと落ち着いたかな。あとは家がすごい足りないから、あーもう電気も足りないっつってる。なんで、嘘、電気も足りない、なんてこった。電気が足りないのはまずいぞ。電気予算増やすしかない。くぅ、お金あれか、都市の発展スピードと私のこの、あ警察が言ってる、この都市計画が全然噛み合ってないから、発展スピードが速すぎて求められる量は多すぎるんだけど、それに資金が伴ってないからこういうことになるんだね。いやーひどいもんですよ。あお金じゃね、電気はだいぶ予算回したから OK。 あ犯罪もね抑えられましたね。よしよしよし、あとは火災が起きないことを祈ろう。うん、もうこれは祈るしかない。僕にはもう祈ることしかできないから、これでいいかな。ここに消防署建てるから
で、この辺にもちょっと家を増やしの、大変だな都市計画って。よし、いずれこのこれね、あ、増えた。あ、そう、条例でちょっと変えなきゃいけなかったんだ。条例たくさんありますからね。で、こういう、あ、高校が作れるようになったね。ってことはもう中学校作れんの？ん？あれ？中学校、これはあの、もしかして中学校作れなかったっけ、このゲーム。あ、マジか。全部高校か。そっか、小学校、高等中高学校で大学か。あ、そっかそっか。だから名前だけ変えて、むしろ小学校を名前変えるか。今ここにある小学校の名前を、ちょうど警戒区域から北東の方にあるから、これを、よし、さあ、三門市立第一中学校になりました。で、次高校が建てれるんですけど、まだ高校は建てません。小学校をちゃんと充実させてから、あ、小学校、中学校か、中学校を充実させてからにしようと思いますんで、次に行く町はこのまま警戒区域がここだから、このままちょっと南下してこっちに、6A 館の中高と第、あ、第、こっちが第1か、だからこっちが第2か、からこれが第2だから2に名前を変えて第1中学校の3つの学校がここにあるんですよね、この辺に。だからちょっとその辺をちょっと充実させるためにこのまま南下します。よし、で、その間に条例を、どうしようかな。省エネは欲しい。で、これも欲しいね。欲しいんだけど、ちょっとでも、金が、これはですね、火災の危険性が下がるんですけど、維持費ってやつがかかっちゃうので、ちょっと予算をこう抑えるようなやつはないと、これはダメだ。じゃあこんなもんか。サッカーチームとか今作ってる余裕ないから、そうね、今多分村上航君とかちょうどサッカーやってる頃だろうから立ててあげたいけど、まずは都市の速度を下げて、これですね、高校、大学、図書館で診療所渡ってる。で、私今足らないのは消防署なので、消防署をこの辺に建てます。来た、念願の、来たよかった。でも消防署はね、何個やっても足らないんで、もっと建てたいんですけどね。今は一旦図書館もね、どうしよう、これ娯楽になるのか。三門市図書館作りますか。原作にはないけど、水は足りてるでしょ。で、ゴミも足りてるから、今足りてないのは家だよ。家が足らないから家を建てましょう。家、こう、ここの辺、あー、さっきの条例増やしたからだいぶ収入がね下がってきてますね。まあ仕方ねえよ、そういう日もあるさ。ここも建てようか。で、こうして家足りねえよって言われてんね、ごめんね。ちょっとね、申し訳ないんだけど、もうちょい待ってください、もうちょっと。で、こうして、こうか。で、立てて、よし、さあ2020年もいよいよ終わりを迎えようとしています。
このゲーム内でね。いやもう1日が経つのが早すぎてさ、で今だいぶ進みましたね。今1847人まで来ましたね。まあ、相変わらずね家は足りてないんですけど、まあ、さっきよりはねちょっと落ち着いたかなと思います。で、1個だけ紹介をしようと思いますが、このレジャーとか特殊施設ってやつがあるんですよ。これ何かっていうと、こういう公園とかそのテーマパーク的なやつがたくさんありまして、これを置くことによって人々の幸福度が上がっていくんですよ。で、周りの地価も上がっていくから、その地価が上がっていくと収入がたくさん増えるんですよね。で、収入増えるからこの税も結構取りやすくなるし、取りやすくっていうと税もたくさんこう収入が増えますんで、それがねだいぶ大事になってくるんですけど、今それを建てるお金がないから、全然今 2,3 個公園を配置したくらいで、こういうやつね、これこれ。でちょいちょいね訪れはするんだけど、まだまだ少ないですって感じです。で、このレジャーじゃなくて特殊施設の方は、これはどでかいお金をボンと使って建てる、割とこうでかいね観光施設なんですけど、まあこれね、観光者が増えることによって外部から結構人が来やすくなるんですよ。だからいずれこの駅とかを建てて、バスとかこうたくさんね交通手段を充実させたら、その辺で収入がバンバン増えるので、それに付随してこういうね観光施設を建てようかなと思ってます。三門市役所もね、これは増やさないといけないんだけど、今金がね本当になさすぎてまずこの家を作んなきゃいけないから、今どうなってんだっけな。はい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 、やっぱ南の方伸ばさないとな。玉駒のね方に行かなきゃいけないから、多分この辺に行きたいな。こっち側もだいぶ OK かな。第2中学校は立ったから、でもこの地図的になると、多分このタイルのやっぱこの辺に警戒区域になっちゃいますね。今ここに工業地帯を増やしちゃったから、多分6栄館中学校がちょうどこの辺りになる。で、第1がここにあって、第1中学校はここにあって、この川の反対側ら辺に6栄館高校が入るかなと。6栄館は結構お坊ちゃま学校だからあれですね、カシオとかが通ってるやつですね確か。で、ここか。意外とね店が足りてないんですよね。店増やさないとな。店どうしようかな。こっち側に増やすか。じゃあ、そういえばこのゲーム結構難しいのが渋滞対策なんですよね。渋滞ってすごいやっぱりこの物流にとっては致命的だから、特に渋滞が起こりやすいのは、なってる渋滞起こってるこういう感じで交差点のねところで車が詰まっちゃうと、車が日をさっちに変えちゃうから、それによってね金の流通も止まっちゃうわけですよ。ギリギリか、ギリギリだな。これはまだギリギリだ。ギリギリセーフかなもうちょっとね、やっぱこの辺とか違う入り口を作ってあげて、で伸ばしてあげないと、今入り口はこのぐらいしかないから、多分詰まってたんだよね完全に。いやー、でもね、ちょっと対策する前に今ちょっとまだ家が足らないから、その辺をやらせてください。2000人超えた、早い。じゃあこのペースだった分あれですね、今回は2500人までいけますね。さあ、もう気づけば2020年2月です。バレンタインデー目前です。今年もカラスマ隊員はねたくさんチョコをもらうんですかね、なんてそんな雑談をねこう言いつつ、相変わらず家が足りません。でも2300人まではね無事行けてて、まあお金もこんなギリギリの中ね一応回せてはいるんで、だいぶいい感じじゃないでしょうか多分今んとこね赤字がないから順調かなと思いたいんだけどね。よし、
で、あとはもう2500人になるまで待ってりゃ多分勝手に人は集まると思うんで、人は金は集まんないけど、金どうしようかな。他になんかやっぱ観光名所とか建ててたくさん収入増やしてった方がいいんだろうな、きっとな。でも一旦それになるまでに、一応ね、今道路を南に伸ばしてまして、こっちに来てます。だんだんと川の方に来てますね。だからもうそろそろこの辺にあれですよ、六栄館中学校建てようかなと思ってます。そのためにも頑張って金を作れよお前らとそんなね、金はやっぱ湯水のように出てくるわけじゃないからって、さっき確かね、キヌタさんも言ってたから、いやいやー、ないな金、人がすぐ集まっちゃうからな。この街は人気なんだろうな、きっとな。よし、さあもう2500人目前です。第2回この辺りで終わろうと思ってます。2500人までいったらね、だいぶ進んだ。2話で1500人でしょ。で第3話でまた5000人いけばいいですね。そしたらだいぶね、お金も安定して何か足らないって言ってよ絶対ね。まあでもこの2話の序盤では金が足らなさすぎて警察と消防署なかったからね、あれひどかったなマジで。あー行ったね、2500人やったー、行きました。よし、さあこのままどんどんと帝市を発展させていって、いずれはボーダーを立てて第一次大規模侵攻を起こし、はい、災害に起こそうと思います。これ自分でも無理やり起こせるんですよ。だから最初は地震とか火災とか結構簡単なね災害で、まあ、それに対処していこうかなと思うんですけど、最後に28万人かに行ったら第一次大規模侵攻を起こそうと思いますんで、だいぶすごい絵になると思うんですけど、まあだいぶこう不謹慎な感じなんだけど、多分楽しめるかなと思いますので、このゲームだから、あくまでゲームだからそうやって楽しみますんで、はい、そこはね割り切ってお願いしますね見る側もねお願いしますということで、はい、というわけでシティズスカイライン帝市建立建設プロジェクト、第2話これにて終了です。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。